さゆきくん、はい、ちょっと話は、はい、ちょっと、まあ、こっちの話になってくるんですけど、お金ですか、こっちの話になってくるんですけど、はい、まあやっぱメンズエクティブも当時やっぱ結構もうすごいもう雑誌で、ね、はい、でその、はい、もうそのメンズエクティブのもうトップをもう務めたのがゆきえくんなんですけども、いやあれもちょっとやらしい話なんですけど、まあ、当時の、はい、最高月収なんかちょっと聞いてもいいですか、今なんかこうぶっちゃけやるじゃん、言えればいいんですか、まあ、覚えてないけど、はい、もうざっとりだったりも、まあ、なんかね、まあ、当時こう僕もアパレルのブランドやってて、はい、いろいろやってましたよね、そうだね、あとまあ広告とか、はいはい、まあ、メンズエッグナイトっていう、ね、イベントとか、まあ、その他のイベントだったりとか、はいはい、全部含めたらそれでもう一番、ガチでお願いします、はい、じゃあ参りましょう、ゆきえくんの当時の最高月収まで、うん、3、2、1、そうだよ、4500ぐらいじゃない、4500ぐらいじゃない、そうだね、マジっすか、うん、なんか広告とかそういうの積み重なってイベントとかがね、え、年収だって月収っすか、月収ですね、うん、わお、わお、そうだね、あの時のお金がもうない、にゃーどこ行っちゃったかな、半端ね、ちなみに竹蔵が200って言ってたんかな、確か、あ、なるほど、竹蔵もやっぱすごいじゃないですか、はい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 、で、200って言ってたんで、やめろ、倍以上か、うわー、まあだからね、兄貴は違うな、竹蔵とかまだちょっと若い世代、はいはい、だったじゃない、なんつうの、そういうね、SNS 系とかも流行ってなかったし、はいはいはい、もうそういうの雑誌の広告、はいはい、あれだったのもバカでかかったね、でかいですね、そう、年間契約で200、年間で200と、あと、すげえ、まあ、だから1回の撮影で、はいはいはい、細かい撮影でいくらいくらってのがこう積み重なって、ざっくりなんですけど、まあ、メンズエッグにこう出てよかったことみたいな、よかったこと、はい、まあ、それはね、もちろんなんかこう、まあ、なんか当時ね、高校生の時とかギャル男ってやっぱ学校にも少なかったし、はいはいはい、でもこうね、メンズエッグ出ることによってこう、もうギャル男の友達がいっぱい増えて、ああ、そう、同じ趣味のさ、確かに、そうそう、ファッションも好きで、そう、とか、あと人脈もね、はいはい、すごい増えたなと、僕本当に人見知りで本当に喋れなくて、でもそういうね、こう人脈っていうのがこう人とのつながりっていうのが増えてきたことによって、こう人見知りっていうのがなくなって、うんうん、今でこそこうやってちゃんとね普通に喋れるんだけど、なんか人見知りだったんですか、そう、あー、よかったなと、だって今でも面接なくなってもさ、で今ですらこう、今でもこうやってね、そうですね、そう、一緒に飲んだりできるんだから、確かに確かに、そうそうそう、ありがたいですね、面接ね、はい、ありがとうございますメンゼック、ありがとうございますメンゼック、はい、じゃあちょっと、まあ、5年前の話なんですけど、はい、そんなメンゼックが、うん、じゃあこう休暇になりますってこう聞いた時の心境、はいはいはい、なんかちょっと今から聞きたいなと思って、いやね、びっくりだったよね、だってあれ急だったじゃん、いや、そうなんですよ、いきなり言われて、そうですね、だから次のこと休暇とかでしょ、いや、びっくりした、え、マジでなくなるのって、やばいっす、最初何、誰が来ました、編集長かな、いや、びっくりしたよ、だって編集長直々から聞いたと、聞いた後も確か、まあ、ここだけの話みたいな、まあ、一人呼ばれて、あ、そう、いや、なくなっちゃうの申し訳ないけどみたいな、そうだったと思う、どうでしたその時の気持ち、え、だからね、もうびっくりっつうかね、え、マジで悲しいよねっていう、で今までこうね、まあ、高校、中学生高校生ぐらいからこう雑誌見てた雑誌が、しかもこう自分をねこう出してくれた雑誌がこう、なくなってしまうっていうのはやっぱすげえ悲しい、寂しいっていう気持ちもありましたし、ね、まずびっくりだね、マジかと、あれは衝撃的だったな、そうだね、5年前と、はい、で、その最後の、はい、ちょっと一つお聞きしたいんですけど、ちょっと情熱大陸みたいになっちゃうんですけども、はい、はい、ゆきえくんにとって、はい、メンゼックとは、はい、そうですね、人生でなか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 、はい、トレジャー、そう、うん、もう財産ですよね、いやー、いいっすね、はい、いやー、トレジャー来たー、じゃあ本当にありがとうございます、はい、最後にちょっとゆけくんからなんかお知らせだったりとか、はい、なんかありますか、いいんすか、ラジオもぜひ、あのね、はい、僕今新宿の歌舞伎町で、あのバルスっていうお店を、あ、まあバーなんですけど、はい、やってるんで、ここら辺に大丈夫ですよ、ここら辺に注意してくれると思うから、もちろんもちろん、はい、はい、よかったら遊びに来ていただいたら、もう誰でも飲めるかもしれない、誰でも、はい、お、そうですね、老若男女の、あの、まあ、20歳以上まあですよね、そうですね、お酒があるんで、あ、はい、素晴らしい、よかったら、ぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです、僕も、ね、はい、よく遊びに来させていただいてるので、はい、はい、ちなみに、この場所ですね、この今撮影させていただいてるのがそうです、バルさんです、はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。みんなで飲みましょう。お待ちしてます。行きましょう。ありがとうございます。じゃあ本当に、本当に、はい、今日は最後までありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。以上、今回メンタルメモリーズ、はい、沢本幸恵君に来てもらいました、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。